選手か。対戦したことある？確かスライダーが特徴あったような記憶がありますよ。さすがプロスピエリ網羅してますね。おお、いいですね。おい、なかって。よしよしよし。何がよしよしよし。ティモンディのベースボール TV。 ティモンディのベースボール TV。 さあ今回はですね、高岸が実際対戦をリアルタイムでしていくわけなんですけど、はい、KTB がですね、以前我々と一緒に対戦させてもらったわけじゃないですか。後輩のね、KTB、覇王ですね。プロスピ覇王芸人 KTB。 なかなか爪痕が残せなかったということで降格という結果になり、だから来てないんだ。今回はですね、電話参加でスタジオにも呼んでもらえない状況なんですけども、 KTB お久しぶりです。お久しぶりです。今日と申します。そう、ね、お電話に失礼します。こっちに戻ってきたいという気持ちはあるんですか？電話越しで喋ってるこの今部屋一人なんですけど、これめちゃくちゃ寂しいですね。ティモンディのベースボール TV って言った後にこっちの方でも拍手してるのがちょっと聞こえたりとかして。ちなみに KTB はもうプロスピのお仕事はもうこれしかないでしょ？そうなんですよ。一回そのそう、あの藤川球児さんと同じチームでそのプロスピの番組に行かせていただいたんですけど、ここから繋がったってこと？そうなんですよ。それもだからもうマジでティモンディベースボール TV のおかげなんです。うわ、これはよかった、これまたちょっとお仕事にも繋がるように、ちょっとこっちに戻れるようになんとか頑張ってください。ちなみに今はどれぐらいやってます KTV？ 2022年に入ってから、はい、正直試合数は前より減ったんですよ。おう、ただやっぱその試合自体の質は上がってますね。何とでも言えるじゃないか。二人じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんポン、チョキ、やったじゃあ高校でいきます。なるほど、はい、内済美高校は勝ったら基本高校だという教えがありますから、マストでね。7位と8位。かずみさんだ。得意、対戦はしたことある？いや、対戦ないんですよ。ただこれアップデートされたかずみさんとやるの初めてです。なるほど、初戦これがじゃあだいぶ効くかもな。初見であのフォークは結構効きそう。やかましいわ、熱い。熱スタンプ、うるさいですね。さあ、おー、なるほど。 KTV どうですか今のところ？これそうか、フォーク2種類あるんですね、確か。かつてのカズミ選手と全く違う選手になってますね、プロスピ上だと。なるほどな。何がなるほどだ。いや、これ、おー、いい、うん、初めて初対戦なんですけど、斉藤和美選手とかなり打ちにくいですね。ほら、苦手というより、そのやっぱ、いや、苦手なタイプですね。というよりって何の？対抗一番にというよりじゃないの、苦手でいいでしょ。すみません、そうですね。昔の則本選手みたいな。なるほどね。あ、シュートマンのパン。おお、おお、巻いたね。いいですね。おお、オッケー。なるほどな。いい
アジャスト。なるほどな、はい、なるほどなっていうのは何なの、それ。なるほど、これ自分に語りかけてました今、すいません。ボッチャスタジアムですね、球場も愛媛のボッチャスタジアム、ちょっと外野が遠いですけどね、うん。おー、いいですね。KTV 大丈夫か。分析してる。KTV。なんか質を高めてきたんで。なるほどね。おー。あれ、KTV って出身関西じゃないよね。僕、全然もう川口、埼玉県から26年出てますね。なんかちょっと関西弁混じってたね、今ね。え、本当ですか。今ちょっとめちゃくちゃムカついたからやめてもらっていいですか、そういう。確かに僕も逆の立場だったらムカついてると思います。なんだそれ返し。確かに僕も逆の立場だったらムカついてると思います。いや、急に埼玉出身のやつが関西弁使ってきたら。あ、でもこれちょっと KTV ピンチじゃないの、はい。これやっぱでも三塁から進まないっていうのがあるんで。あるんだね。あるんだ。よいしょ。吉野部か。いいうざさだな。崩れてない、成長してますよ。ちょっとどうしたってなった時あったからね、前はね。そうですね、やっぱもう本当ティモンディさん の上がってる動画自分でも見返したんですけど、こいつは何をやってるかと思いましたね。自分でもそんな思ってたの。自分でも思いましたね。もうこの汗のかき方は何なんだって。この汗のかき方は何なんだって。ちょっと大丈夫。KTV ちょっと二の舞に感じるよ今。あと2人。これ一応勝つ道筋は見えてるの。見えてますね。やっぱバースさん、おバースが、おお確かにこの1点入るとまたちょっとね精神的にも変わってくるんだけど、走力がそんなにないバースがツーベース打ったって何かが起きると思いますでました。よし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 よなるほど、これシュートあるのいやらしいですね。シュート効くのよ。このフォークにね、集中しちゃうと難しいよね。やばいよ、追い込まれてるよ。おおおおおおおやばいよ、追い込まれてるよ。おお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 おすごい、これすごいぞ。KTV
それ全く頭にないね。ね、ずっとストレート投げてないとこに、うわ、ボール気味のまっすぐ。よく言ったね。これがステイホームの力ですわ。何言ってんだよ。ですわ。打球はレフトへ。最後はレフトフライ。掴んでスリーアウトです。もうちょっと延長を戦う体力はないので。その体力がないってなる。誰の話。ビシエドで使い果たしたので、もう守備固めしました。KTB の体力がないってことなの。僕のメンタルがちょっと今、一回この試合に関してはあれなんで、ちょっと守備固めしました、今。なるほど。よし。緊張してない。長いもんな、投げるまで。いやいや、どうしても勝ちたいんだろうな。長いな。うまい。これショートの変更がまた効いてますね。そうですね、あの中島選手の上舌になりますね。まあ新旧ね、西武のショートっていう感じで個人的には思ってますね。ユーザー解説ありがとうございます。ごめんなさい、全然あのいいんですけど、あのもうリモートでうざいってもう致命的じゃないですか。その絵がないのに大丈夫ですか、その。よし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 。ギリギリ。悩んだな、お前は。今悩んだな。ギリギリまでカウントダウン始まってただろ、そっち。あの、0-1-0に変わる瞬間になりました。ウエストが効いた。ナイス。でかいね、今の。今のでかいな。ありがとうございます。ウェアバッティン。岡本さん。選手のせいにした。お前の配球が良くなかっただけだ。岡本さん、岡本選手何も悪くない。そうですね。松中さん、久々登場しましたね、今年。ね、今のね。シーズン OB 第4弾で。いや、もうそれはこれ系統ですね。おー、宮西選手。もうね、ちょっとこのね、なんか情報、なんか、ね、あくまで噂なんですけど、このフルヒッターがなんか仕様が変わって結構強くなったって話を聞いて。KTV どうでしたか、1戦目。とりあえず勝ててよかったです。ちょっとでも、前との戦いから成長を感じてる。ねえ、そう、盛り返し方がちょっとすごいね、強くなってる。やっぱりその家っていうのがでかいかもしれない。今後これになるぞ。やっぱカメラの前で発揮します。そうだね、より気を引き締めて。そうだね、取り返しいきます。最初はグー、じゃんけんポン。グー。おお、あいこでポン。グー。あいこでポン。チョキ。やったー。じゃあ高校行きます。はい、わかりました。奥川選手か。対戦したことある？いや、奥川選手もリアタイではないですね。うん、確かスライダーが特徴あったような記憶がありますけど。さすが。さすが。
スラブロック芸人網羅してますね。そうなんですよ、もう全部ティモンディベースボール TV から始まってるので。なるほど、絶対に戻りたいですね。ここで終わらせないでください、KTV の物語を。あ、そうそうそう、このスラーブと確かカーブは行ってくれ、落ちてくれ、落ちてくれ。おー、ボール球だけどね、今ね。ね、よし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 、いや、あれ気をつけたいな、あれがな。なんて言った今。おっ、連打すごいな。あれ今スライダーです。スライダーすごいな、初見で対応できんだ。よし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 、俺奥川君は大好きなんだけど、まだよまだよ。何それ、まだよ。おっ、いや、あーそうか、独り言多いな。おお、そう、結構ボール球を毎回ここに持っていくね。変えるか。あ、そう。あーい。家だよね。うわー、え、心配するぞ。なさる。もっと透明おじさん。今の何？そうもこの透明おじさん。変なおじさんですね。感じで。うわ、いい球。いや、ちょっと山田選手怖えな。やっぱでも対戦相手目線だとやっぱ一番山田選手ってすごい威圧感あるんですよ。どうかな、どうかな。ああやられた、これは乱されたよ、ポジションが長すぎてちょっと乱されたね。だって一緒にやってる時こんなやんなかったもんね。これが家の強さ。テクニックですよね。いいね。解説者みたいな。やっぱその高卒ね、鳴り物入りで入ったルーキーもどんどんプロで技術を覚えていくじゃないですか。はいはい。そういう感覚ですよね。おしゃ、いや、いい、イシエド選手はね、僕、何が好きってやっぱ守備も強いってところが。呼吸高いんだ、能力。高いです、呼吸とあと守備の単純に、ね、範囲も B なんで。こう、ね。そしてやっぱ中日枠という。おしゃ、OK。強い。これ強い。強い。いいですね。なんか本当に本当の本気ですから。お、よしよし。あ、守備みたいな。キャッチャー、そうです。森友哉選手をね、代打兼、まあちょっと本当は守備城島選手とか置きたいんですけど、ちょっとね。おお。いいわ今の。あ、いい守備だ。いや、いい守備ですね。コントロール。おい、なって。あ、これはやばい。いや、これはちょっと変えますね。おお。
え？好きね。孫投手。いや、タイで当たることないもんね。やったことない。もうね、やっぱ台湾の星ですから。あ、ツーモチか。孫選手はやっぱ育成から年俸1億まで上り詰めましたからね。やっぱよく使うの？いやもう孫選手は大好きですし、僕あのキャプテンにもしてますからチームの。おお、いいチェンジアップ。そうか、家からなんかいろんな情報も入れてくる。そうだ、僕のリアタイムだけ結構楽天の選手ピンポイントで入れがちな。どうかな。うぇー、どうかな。うぇー、どうかな。うぇー、さすが。わかんない、ホームランで逆転だな。これは痺れますよ。いい戦いですね。いやでも、もう1点リードなんで、この1点を確実に守るっていう。さよならもあり得る。耐久にしたいですね。なるほど。ホームランですね。いや、ちょっと松中マジ怖えな。こういう展開になってくるとね、勢いが出ますからね。まずは追いついてもらいたいですよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。このセットポジション長くはだいぶ効いてるな。こっちの取ることを考えてないからね。うわー、ナイス、すごい真骨頂出ましたね。これは良かったんじゃないかな。いや、強かった。しっかりセットで時間取って、うん、ゆっくりの球、球種以外での幅も見せたからね。それは良かったんじゃないですか。前回なかったもん、あの投球術。こっちの精神的な揺さぶりっていうね。これなんか KTB のなんか新たな一面というか、完全にテクニックを身につけてきてます。一皮むけた感じしたね。うん、レベルアップした。いや、やっぱ結論言えっていいなと思いました、ね。いや、でもこれはちょっとティモンディのベースボール TV、うん、プロスピ部と言っていいのかわからないけど、はい、これを今これからもやってもらえればだいぶ上目指せそうですね。そうね、本当に実力あるんだっていうのは、うん、確証されましたから。そうね、今までは本当かって言われてたから。いや、もう普段通りの自分が出たというか。おー、じゃあこれからそれでお願いします。いや、ちょっと待ってください。いや、そうなるでしょ。ぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。みんなならやればできる。